こんばんは、そちらのパパです。皆さんはパソコンの正しい初期設定の方法をご存知でしょうか？パソコンは正しく初期設定を行ってから使わないと、パソコンが快適に動作しなかったり、ウイルスに感染してしまったりする可能性が高くなってしまいます。そこで今回は、パソコンを初めて購入したパソコン初心者の方向けに、パソコン購入後に行うべき正しい初期設定の方法を大きく3つの内容に分けて紹介したいと思います。この動画を最後まで見れば、セキュリティ対策を万全にすることができるだけでなく、パソコンがより快適に動作するように設定を行うことができますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。またおまけとして、パソコン初心者の方向けに、パソコン購入後に最初に行う Windows の初期設定を実際に行っている様子も動画の最後につけておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。そちらのパパチャンネルでは、おすすめパソコンの紹介や Wi-Fi 速度改善のための動画など IT 関連の役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。初期設定1、セキュリティソフトの設定。まずは最も重要なセキュリティソフトの設定についてを紹介していきます。パソコン新品で購入すると、セキュリティソフトを買っていなくても、ほとんどの場合無料でマカフィーというセキュリティソフトがついてきます。具体的には、購入するパソコンやお店にもよりますが、公式サイトで購入した場合は、富士通の場合は3年間、デルの場合は1年間、レノボの場合は30日間使えるマカフィーというセキュリティソフトがもともとパソコンにインストールされている場合が多くなっています。ですが、このマカフィーについては正しく利用しないと、実はマカフィーがインストールされていることにより、逆にセキュリティ問題が発生することになりますので、注意が必要です。マカフィー自体は本来有料のセキュリティソフトで、機能としても優秀なものではあるのですが、例えば30日間の使用期間が過ぎてからもマカフィーの有料契約をしないまま放っておくと、非常に危険な状態となります。パソコン初心者の方でよくやりがちなこととして、何もセキュリティソフトが入っていないよりは、使用期限が切れたマカフィーでも入っていないよりは入っていた方がマシだと考えて、そのままの状態でマカフィーを使い続けてしまうということがあります。実際そのような状態で使っている人いるのではないでしょうか？実はこれが一番危険な状態となります。その理由は、使用期限が切れたマカフィーは最新のウイルスに全く対応できない状態となっているため、まさに今世界中にばらまかれている一番対処すべき最新ウイルスに全く対応できない状態となっているためです。それに対し、使用期限が切れたマカフィーを削除した場合にはどうなるのかというと、実はその方がウイルスに感染する可能性は低くなります。なぜならば、 Windows 10 や Windows 11 には Microsoft Defender というセキュリティソフトが実はもともと入っていて、マカフィーを削除するとMicrosoft Defenderの稼働が自動的に開始されるからです。Windows パソコンでは基本的にセキュリティソフトは1つしか使えないという制約があるため、マカフィーが稼働しているときには Microsoft Defenderは機能が停止されています。しかし、マカフィーが削除され、セキュリティソフトが PC 内に存在しない状態となると、Microsoft Defenderの稼働が自動的に開始されるため、Microsoft Defenderがウイルス対策をしてくれるようになります。そして、Microsoft Defenderは Windows アップデートで常に無料で最新化できるため、Microsoft Defenderを使用した方が圧倒的にウイルスに感染するリスクは低くなります。そのため、マカフィーの契約をしないのであれば、使用期限が切れる前にさっさとアンインストールしてしまった方が良いです。特にレノボのパソコンの場合には30日間しかマカフィーを使うことができないため、忘れないうちに購入直後に削除してしまうことをお勧めします。ですが、パソコン初心者の方の場合、マカフィーの削除方法がわからないと思いますので、ここで削除の方法をお見せしていきたいと思います。まずはこちらの検索欄にプログラムと入力します。するとプログラムの追加と削除というものが出てきますので、こちらをクリックします。次にこちらの検索画面でマカフィーと入れると、マカフィーリブセーフというものが出てきますので、こちらの右にある3つの点をクリックするとアンインストールと出てきますので、アンインストールをクリックします。するとこのような画面になりますので、マカフィーリブセーフにチェックをして、その下もチェックを入れて削除ボタンを押します。ここでまだ使用期間が残っている場合は、このような注意書きが出てきますが、構わず削除ボタンを押します。これで1分ぐらい待つとマカフィーの削除が完了します。削除完了後は再起動が必要となりますので、再起動をしてください。再起動後にセキュリティの状態を見ると、このようにウイルスと脅威の防止のところが操作は不要ですとなっています。これはマカフィーを削除したことにより自動的にマイクロソフトディフェンダーの稼働が開始されたためです。ということで、もし皆さんが購入したパソコンにすぐに使用期限が過ぎる予定のセキュリティソフトが入っている場合には、今すぐアンインストールするようにしてください。もちろん元々入っているマカフィーなどのセキュリティソフトをそのまま契約して使用しても良いのですが、ここで参考として日本でメジャーなセキュリティソフトについての評価結果をいくつかピックアップして紹介しますので、参考にしていただければと思います。まず私の一番のおすすめはアバストのソフトになります。その理由は、セキュリティソフトの評価結果で最もメジャーな AV コンパラティブズの結果において最も良い成績であるにもかかわらず、無料で使用できるセキュリティソフトとなっているからです。このテストに使用されているアバストの具体的な製品名はアバスト無料アンチウイルスとなります。
テスト結果はウイルス防御率が 100% で、またウイルスでないものを間違ってウイルスと誤検知したという結果であるフォルスポジティブズも2件のみとなっていますので、ここでテストされているセキュリティソフトの中で有料ソフトを含めても最も良い結果となっています。ちなみに先ほど紹介したマイクロソフトディフェンダーの場合はウイルス防御率は 98.8%、誤検知は3件となっていて、いずれの成績もアバスの方が勝っています。この結果を厳しく言うと、マイクロソフトディフェンダーは1000件のウイルスのうち12件は検知できず感染する可能性があるということになりますので、アバスト無料アンチウイルスの方が安心なのではないかと思います。ということで、アバスト無料アンチウイルスのダウンロードリンクを動画の概要欄に貼っておきますので、そこからダウンロードして無料で使用していただければと思います。次がトレンドマイクロで、製品名はウイルスバスタークラウドになります。こちらもウイルス防御率は 100% なのですが、誤検知が35件とかなり多くなっています。誤検知が多いと使いたかったソフトがセキュリティソフトによって使えないようにされてしまい、パソコン初心者の方の場合は困ってしまうことがあるかもしれません。そのため誤検知が多いというのは気になるポイントとなります。ただしウイルスバスターは16年連続国内市場シェアナンバーワンとなっていて、使い慣れてる人も多いと思いますので、使い慣れたソフトが良いという人の場合にはウイルスバスタークラウドを選ぶというのも良いと思います。次に、先ほどから例に出していたマカフィーの製品名はマカフィーリブセーフとなりますが、こちらはウイルス防御率が 99.6% となり、誤検知は6件となっています。これは決して悪くない結果ではありますが、無料で使えるアバスト無料アンチウイルスより劣るという残念な結果となっています。ただしアバスト無料アンチウイルスやマイクロソフトディフェンダーなどの無料ソフトはウイルス対策など最低限の機能は提供されていますが、フィッシングサイトなどの偽サイトを回避する機能やハッカーからの攻撃をブロックする機能など、セキュリティに関する全般的な機能が提供されているわけではないので、その点は有料ソフトに比べるとどうしても劣ってしまいます。また何かセキュリティの問題が発生した時に、有料ソフトの場合には専門のスタッフに相談できるサービスを受けることができますが、無料ソフトの場合にはそれができません。そのためセキュリティに不安がある人や怪しいサイトなどにアクセスしてしまう可能性がある人は有料のソフトの方がおすすめとなります。ちなみに有料ソフトを含めて選ぶ場合でも、私の個人的な判断としてはアバストが一番のおすすめとなります。その理由は、有料のアバストプレミアムセキュリティは3年間の利用でも6740円で、他の有料ソフトに比べかなり安く使えますし、機能についても他の有料ソフトに比べ全く劣らず、むしろ優れているからです。しかもこの価格で最大10台まで使用することができますので、家族全員のパソコンやスマホなどをこの1契約でほぼ完璧に保護することが可能です。ということで、アバストの無料ソフト、有料ソフト、その他のセキュリティソフトのリンクを動画の概要欄、コメント欄に貼っておきますので、参考にしてみていただければと思います。初期設定に Windows アップデート。パソコンを操作するために、一般的なパソコンには Windows というオペレーションシステムが入っているのですが、この Windows は常に最新化して使う必要があります。なぜならば、セキュリティソフトを最新化しても Windows 自体にセキュリティの弱点があると、その弱点をついて攻撃される可能性があるためです。この弱点を修正したり、また Windows 自体の機能を向上させるために、 Windows には随時更新プログラムが提供されています。これらの更新プログラムを適用して最新化する機能が Windows アップデートとなります。 Windows アップデートは Windows の初期設定の時に一応実施はされますが、Windows の初期設定が完了し、パソコンの操作ができる状態となった時でも、実はまだ大量の Windows アップデートが残っている状態となっています。その理由は、 Windows の初期状態から現在までに提供された更新プログラムが大量にあるため、全てダウンロードして適用するまでにかなりの時間がかかるためです。パソコンの性能や Wi-Fi の速度にもよりますが、全部適用が終わるまでにだいたい1時間から2時間ぐらいはかかると思った方が良いです。また、1度目の更新プログラムチェックで表示された更新プログラムの適用が全て完了しても、その後再度チェックをするとまた新たな更新プログラムが表示されたりしますので、新たな更新プログラムが表示されなくなるまで何度か更新チェックを実施するようにしてください。ちなみに、パソコン購入直後に大量の Windows アップデートを実施している最中はかなりパソコンに負荷がかかっている状態となるため、あまり良い性能が出ない場合が多いです。そのため、パソコンを使い始めるのは Windows アップデートが全て完了してからにした方が良いです。ここで Windows アップデートを実施する方法を簡単に紹介したいと思います。まずは Windows ボタンを押し、検索欄で Windows アップデートと入力します。そして Windows アップデートの設定をクリックします。そして更新プログラムのチェックを押します。たったこれだけで OK です。更新がある場合はこのように自動的にインストールまでされます。また今後、自動的に Windows アップデートが実行されるようにするために、こちらのチェックをオンにしておくことをお勧めします。初期設定3、メーカーアップデート。有名メーカーのパソコンであれば、ほぼ間違いなくメーカーが用意したアップデート機能が搭載されています。これはどちらかというと、パソコンの基盤レベルに組み込まれたソフトなどを最新化して、
機能やセキュリティを向上させたり、不具合を解消させるための機能となっています。例えばこちらの動画の中で実際の例を紹介しているのですが、 Dell の Inspiron16 の場合、 Dell アップデートを行う前はスピーカーの雑音がひどく全く使い物にならないレベルでしたが、これが Dell アップデートを行うことで完全に解消されました。このように明らかな問題なども改善される場合もありますので、 Windows アップデートが全て完了したら、その次にメーカーのアップデートを実行するようにしてください。またこのアップデートは頻繁には発生しないのですが、最低でも1ヶ月に1回ぐらいはチェックして実行することをお勧めします。ということで、各メーカーの実際のアップデートの方法をお見せしていきます。このアップデートで注意することは、必ず電源につないだ状態で行うようにしてください。アップデートの途中で電源がなくなってしまったりするとパソコンが壊れる可能性がありますので、その点だけは注意するようにお願いします。まずは Dell の例となります。こちらの Windows マークを押して、こちらの検索欄で Dell アップデートと検索しクリックします。すると Dell アップデートという画面が表示されますので、ここで確認ボタンを押します。すると更新プログラムがあるかのチェックが実行され、更新プログラムがあるとこのように一覧が表示されます。基本的に全て更新プログラムはインストールした方が良いので、全てにチェックが入っていることを確認してインストールボタンを押します。すると更新が自動的に実行されます。再起動が必要な場合もありますので、その場合は画面の指示に従って再起動を行ってください。再起動時にインストールがされたりする場合もありますので、途中で電源を切らないように注意してください。次にレノボの場合となります。レノボの場合はまずこちらの検索画面でレノボバンテージと検索するとこちらが出てきますので、こちらを起動します。次に初回起動時はこのようなチェックをする画面が出ますので、必要なチェックをして完了をします。そして次の画面でシステム更新を確認をします。更新できるものがあると一覧が出てきますので、全て選択をチェックして今すぐインストールをします。するとあとは自動的にインストールがされますので、完了するのを待てば OK です。レノボのゲーミング PC の場合は少し画面が違いますが、同じレノボバンテージを起動してこちらのシステムアップデートを押せばあとは同じです。こちらの画面の例は一件更新対象が見つかり、実際に更新プログラムをインストールしている様子となります。最後に富士通の場合となります。富士通の場合は検索欄でアップデートナビと入力してこちらを起動します。次に富士通へ最新情報確認をクリックすると、更新プログラムの一覧が出てきます。ここで更新ボタンをクリックすることで、そのまま更新が完了できるものとできないものがあるため、他のメーカーに比べると少し面倒です。ということで、まずは更新開始ボタンをクリックして完了できるものを先に完了させます。このパターンについては更新開始ボタンを押せば自動的に全て完了します。再起動が必要な場合もありますので、その場合は画面の指示に従って再起動をしてください。次に自分で更新ファイルをダウンロードしなければならないパターンとなります。まずは先ほどと同じようにしてアップデートナビを起動します。するとこのように残っている更新ソフトウェアが出てきますので、一つずつ選択して対応を行っていきます。この場合は BIOS 書き換えデータがありますので、こちらを選択しダウンロードページを開くを押します。すると更新ファイルをダウンロードできるページが開きますので、このページの下の方にある BIOS 書き換えデータのダウンロードボタンを押します。するとダウンロードファイルがダウンロードフォルダーに配置されますので、今回は分かりやすいように新しくフォルダーを作って、その中にダウンロードしたファイルを配置します。そしてファイルをダブルクリックするとフォルダーが出来上がりますので、その中にあるアプリケーションファイルをダブルクリックします。あとは画面に従い進めていくことで更新を行うことができます。少し面倒ですが、例えば今回行った BIOS の更新を行うと PC の処理能力が向上したり、システムがより安定したりするだけでなく、セキュリティ関連のアップデートがされている場合もありますので、更新のプログラムが出ている場合には必ず行った方が良いです。メーカーアップデートの説明は以上となります。メーカーアップデートはこれまでパソコンを使ってきた人でも意外と行ったことがないという人もいたのではないかと思いますので、もしまだ実行していなかったらこの後すぐに実行することをお勧めします。それでは最後におまけとして、新品パソコンの初期設定ができるか不安な方向けに、パソコン購入後に初めに行う Windows の初期設定を実際に行っている様子をお見せしていきます。おまけ、 Windows 初期設定。電源ボタンを押してパソコンを起動すると、まずはじめに国を選択する画面が出てきます。ここでは日本を選択してはいを押してください。キーボードについては Microsoft IME のままで OK なのではいを押します。2つ目のキーボードレイアウト追加はスキップをします。次にネットワークに接続していきます。ネットワークに接続されたら次へ押します。ここで Windows のアップデートが自動的に走ります。次にライセンス契約の確認をします。確認して同意を押します。次にデバイスに名前を付けていきます。これは自由に好きな名前を付けて OK です。ここで Microsoft アカウントにサインインする必要がありますので、事前に用意しておいた Microsoft アカウントでサインインをするか、またはこのタイミングで新たに Microsoft アカウントを作成してサインインを行います。今回は事前に用意しておいたアカウントがありますので、そちらでサインインをしていきます。
ここでは新しいパソコンなので新しい PC としてセットアップをします。ここで指紋センサーがついているパソコンの場合はこのように指紋を登録する画面が出てきます。今回はレンタルしている PC なので指紋の登録は行わずにスキップしていきます。基本的にはここで指紋登録をしておいた方が良いです。ピンコードについては作成する必要がありますのでここで作成を行います。ピンコードは好きなものを設定していただければ OK です。デバイスのプライバシー設定についてはハイにしてもイエにしてもどちらでも良いです。個人用のパソコンであれば全部ハイで特に問題ないと思います。レノボのパソコンの場合、ここでレノボ ID プロファイルに追加するのが出てきますが、今回はレンタル PC なのでスキップします。エクスペリエンスのカスタマイズについては特にこだわりがなければスキップで良いと思います。 PC から電話を使用したい人はここで設定を行うと良いです。今回は設定を行わずにスキップします。常に最近の閲覧データにアクセスできますということについては承諾しても良いですし、今はしないでも良いです。今回はレンタル PC なので今はしないにしておきます。今回はオフィス付きのパソコンなのでオフィスがデバイスに付属していますと出てきます。これについては OK を押していきます。以上で初期設定は完了です。この後に今回この動画の中でお伝えした3つの初期設定、セキュリティの設定、Windows アップデート、メーカーアップデートを順に行ってからパソコンを使うようにしてください。今回の動画いかがだったでしょうか。もし動画が役に立った、面白かったという人はグッドボタン、チャンネル登録をポチッとお願いします。また次回動画ではパソコン初心者におすすめの2024年最新コスパ最強マシンを紹介する予定ですので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.